これで恐竜モードになります。これでトリケラトプスモードになります。これでステゴサウルスモードになります。はい、これでブラキオサウルスモードになります。これでプテラノドンモードになります。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。スーパーダイノです。それでは見ていきましょう。ということでこちら結構前に韓国の確かトイザラスで買ったね、おもちゃとなっております。子供向けのおもちゃですね。はい、でなんかおもろそうだなと思って買った記憶があります。ということで見ていきましょう。題名はシュポダイノですね。スーパーダイノで、なんかいろんな恐竜となんかね、お子さんがいるという感じで、シュポダイノチュードンなので出動って言ってますね。なんかそういうレスキューとかなんかそういう働く車に乗ってなんかする系のやつなんでしょうね、きっと。はい、でディノですね。この恐竜なんか可愛いですよね。恐竜がなんか丸っこくてね。でこの可愛らしい恐竜がなんかビークルに乗って、そのビークルがなんかこう恐竜モードにもなるよっていうおもちゃですね。はい、でこのビークルがポリスなのでパトカーかな、はい、だと思います。パトカーからこれティラノサウルスに多分変形すると思います。この多分ティラノサウルスモチーフのビークルなので、ティラノサウルスみたいな恐竜が運転しているのかなと思います。はい、で次こちらケラですね。でこれがエンビロンなので救急車です。はい、で救急車からトリケラトプスに変形するというやつですね。じゃあ次こちら、これベンですね。ベンなので、でベンビルドなのでビルドですね。なんか建設とかなのかな、わかんないですけど、なんか車、何かしらの車からステゴサウルスに変形するというやつです。はい、そしてこっち行きますか。はい、これヘリパイオなのでファイヤーですね。消防車からこれブラキオサウルスですかね。多分乗ってるのがブラキオサウルスっぽいんで多分そうだと思います。はい、んでラストが、ウィンディですね。プライって書いてるのでフライ、なんか飛ぶ系のやつです。ピヘンギーモードって書いてるので飛行機からプテラノドンに変形するやつでしょうね。はい、でこれねめちゃくちゃ買うの迷って、なんでかっていうと結構いい値段したんですよね。当時どんくらいだったかな、3,000-4,000ウォン、いや違う、3万とか4万ウォンぐらいで、日本円で円安だったんで 4,000-5,000円近くいった気がするんですよ。1個の値段で。なのであこれ高いなと思ったんですけど、いやでも高いならクオリティも高いのではと思って買いました。はい、ということで、あ、かわいい。早速ね、取り出していきましょう。ということで中身を取り出すとこのような感じになっております。この恐竜のフィギュアとビークルですねが入ってます。じゃあまずはこのディノから見ていきましょう。このような見た目になっております。いや、めちゃくちゃ造形綺麗ですし、塗装もだいぶ細かいですね。こういうなんかベルトみたいなのしてたりとか、銀に塗られていたりとか、これプリントかな。はい、こういうところも凝られてますね。はい、でさらにすごいのがほら、これ手がね動くんですよ、このちっちゃいのに。でこうやって頭を回転させたり、なんと足も動くという、すごいね、こんなに動くっていう。はい、でこれをこのビークルのここのね部分にこうやってはめることがねできるんですけど、これあれか、この足をちょっと前にやってこうか。はい、なんか、まあ、ペダルを踏んでるみたいな姿勢にすることができますね。え、すごいよね。
なんかもうこの時点ですごそうですけれども、はい、じゃあちょっとこれ変形やっていきますか。まずは、はい、ちょっと一旦下げますけれども、はい、じゃあいきます、まずは、ここの足の部分を、はい、ちょっとこう横に引っ張って、ここちょっとロックされてるんでね、横に引っ張ってロック外します。で下に下ろす、はい、でこれを前に持ってくると、はい、でここくるっと回転させて、でこうやってね、はい、カチッと出してあげれば、はい、足になります。反対側もこのように足を前に持ってきて回転させて、こうこんな感じでね、はい、足を持ってきます。はい、これで、あ、もうだいぶね、あ、かわいい、これだけでもかわいいんですけど、はい、ここの頭を、あれ前に持ってこれるはず、あれ、あ、これ一旦ちょっとこの腕をこう出してあげて、はい、でこの尻尾、この尻尾、ほら、このクリック、チャリンっていうこの、はい、めちゃくちゃ気持ちいい。ここもまあクリックですけど、でこれ、あれ、これどうすんだ、あ、引っ張ったらやっぱいけましたね。はい、これで恐竜モードになります。いや、これすごいぞ。ちょっとこのさ、ビークルの、まあ、この塗装もめちゃくちゃ綺麗だし、触ってる感じでプラスチックもだいぶね、質が良い。しかもほら、裏からネジでね、このパーツを埋めてますよ。すごいね。妥協なしですよ。ね。普通、なんかこういう肉抜きを多めにしてさ、あのパーツのね、量を減らして、みたいな。で、ネジなんか打たずにね、やることが結構多いですけれども。こうしっかりと裏からこうはめてるっていう、このやっぱり若干のね、この何、詰まってる感がやっぱ手に伝わりますね。これは素晴らしいね。この目もね、クリアパーツが使ってますし、この部分とかね、で乗ったまま変形できるっていうのもまたいいね。いや、でしかもちゃんと車からね、このティラノサウルスになってるっていう、変形も素晴らしい。うわ、ちょっと待って、これ完璧玩具ですね、これ。ちょっと久々に見たな、この完璧玩具。はい、じゃあ次、こちら、ケラ、行きましょう。はい、このトリケラトプスの女の子ですね。はい。こんな感じになってます。これも塗装綺麗です。はい。で、こちら、車に乗せるときは、なんと尻尾をこのように折りたたんで、頭を前に向けて、はい、こうやってちゃんとほら、手を前に向けてね、なんか運転している姿勢になるっていう、これすごいよね。多分普通のおもちゃだったらこの状態でこう乗せると思うんですよ。こうやってで、はい、もう乗ってるからいいでしょってなると思うんですけど、ちゃんとこうやって稼働させることによって、こう足下にやって、まあさっきと同じペダル踏んでる感じで、で手は前にして、あのハンドルで操作してるみたいな、ちゃんと乗車しているっていう、操作をねしてるポーズになってるっていうのがすごいね。ね、この頭と尻尾を稼働させてるだけではあるんですけれども、それで十分なんですよね。はい、素晴らしい。で、はい、殺そうこ、いや、めっちゃスムーズだ。やばい、さっきちょっと殺そうこやってませんでしたけど、スムーズですね。すごいな、これ。はい、まあ、ということで変形させていきましょう。まずはこの、はい、足を下から出します。こうやって4つね出してあげて、はい、でここ出すんですけど、一旦これを開いて、はい、こうやって閉じると。で、尻尾がこうあるので、はい、これでトリケラトプスモードになります。いや、すごい。口も開く。あ、口の中もちゃんと塗装されてますね。すごい。あ、やっぱこのタイヤピン打ちですね。素晴らしい。ピン打ちが一番綺麗に回るからね。うん。はめ込みとかもあるけど。うん。ピン打ちは
いいよ、はい、これもピン打ちですね。めっちゃ綺麗に回るもんね、はい、ここのピンクのクリアパーツとかね、この色分けがもう本当に素晴らしいね。すごい、ちゃんとトリケラトプスのこの重心の低い感じも再現されてます、はい、っていう感じです。じゃあ次、こちら、ベンですね。ベン、ステゴサウルスのベン、こんな感じになってます。あ、若干のトゲトゲが造形されてますね、こういうところに、はい。でこれも、まあ、何かしらの車ということでね、はい、ここのねギザギザの歯があるの可愛いですよね、このフロントの部分に。なんかこれも目みたいだし、はい、こんな感じになってます。でこのベンもこの尻尾と頭を稼働させることでこうやって乗せることができると、ちゃんと運転してる雰囲気になりますよね。素晴らしいね、はい。じゃあこれも変形させていきましょう。まずはこの部分ですね、はい、この黄色い部分、これを全部こうやって稼働させます、はい。でそうしたらこれを、はい、こんな感じで回転させます。すごい、このクリック最高です、はい。でこうやって稼働させて、こうかな、こうか、はい。で稼働させてあげて、はい。で尻尾を出して、この頭を、うわ、このクリック気持ちいいですね、はい。出してあげればこれでステゴサウルスモードになります。素晴らしい、はい。うわ、なんか目がすごい色してる。これあれか、貫通というか、こう繋がってんのかな、すごい、はい、こんな感じになってます。あー、やばい、さっきまた走るの忘れましたけど、ここもめっちゃスムーズに回る、ピン打ちかな、これも、はい、ですね、はい。 あれかこのあれだ、ネジですね、ネジが入ってます。いやー、すごい、これもちゃんとステゴサウルスのね形態になっております、はい。そして次こちら、はい、このヘリですね、ブラキオサウルス。長いですね、やっぱヘリだけ、やっぱめっちゃやっぱ可愛いよね、この目とか口とかもちゃんとこうできていてね、はい。これもじゃあこれね乗せてあげましょう。尻尾と頭稼働させて、あ、ちゃんとこの尻尾がこう入るスペースがありますね、はい。でこうやって、あ、ちょっと見切れているね、首が長すぎて、はい、こうやってはい乗せることができます。またねちゃんとこう運転しているようなポーズになってます。すごい、はい。これもねちゃんとこうすごいよ本当に、ほらこうちゃんとさ色分けをちゃんと別パーツで再現してるっていうこだわりを感じるね。ほらこういうところとか全部別パーツですよ、塗装とかじゃない、素晴らしい。でこれクリアパーツね使ってたりとかね、この歯かわいいし、はい、こんな感じになってます。ということでこれもね変形させていきましょう。まずはここ、うわ気持ちよ、はい、こうやって尻尾を伸ばします、はい。でちょっとこれだな、次はこの頭を出してあげて、これ面白いですよね、このギミック、ここに頭が隠れているっていう、はい。で頭出して、でここ、はい、このね部分出して、で、これこうやって動く、首が動くね、はい。で足を下から出してあげれば、はい、これでブラキオサウルスモードになります。素晴らしい、本当にすごいね、なんかちゃんとそれぞれ個性があるもんね、はい。そしてラストこちらいきましょう。
ウィンディです。ウィンディ、こんな感じの見た目になってます。はい、かわいい。でウィンディはこれなんとね、この足とこの翼が動きます。素晴らしいね。はい、でこれをここに乗せるんですけど、この翼をちょっとこう畳んであげて、ここの2つの穴に足をこうね入れてあげましょう。はい、こうですね。はい、これで乗りました。はい、で一応これもね、ちゃんとここにタイヤがついてるので、こうやって走らせることができます。じゃあこれも変形させていきましょう。まずはここを伸ばして、これもこうやって伸ばします。はい、でこれが後ろ足になって、ここ回転させて、はい、前足を出す、回転させて、いやなんか違う種類のクリックの音がたくさん聞けますね。この軽めのクリックもいいね。はい、でこう翼広げてあげて、この頭を、はい、引っ張ってあげれば、これでプテラノドンモードになります。素晴らしい。わー、口の中灰色になってる。すごいね。いや、これも最初画像を見ただけだと変形してるのか分かんなかったんですけど、ちゃんとこういうね、回転させるとかっていうね、ちゃんと変形させてる感のある変形で素晴らしいですね。はい、この足が出てきたりとか、ね、この尻尾があったりとか。いや、これはちょっとまさかのめちゃくちゃクオリティ高いシリーズでしたね。素晴らしい。本当になんかおもちゃの質感もそうですし、見た目もそうですしね、あの触り心地、変形の面白さとか気持ちよさとか、キャラの可愛さとか、ちゃんと乗ったまま変形できるとかっていう、本当いろんなポイントを押さえてますね。素晴らしいね。やっぱ韓国ってやっぱ本当におもちゃのレベルが高いですね。うん、改めて子供用なんですけれども、全然やっぱ手を抜いていないものがねあるっていうことを知れてよかったです。はい、ということで、他にも韓国の子供向けのおもちゃをね、結構買ってるので、それもちょっと今度レビューしようと思いました。ということで、皆さんいいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルッケルでした。